ライトタックル75番篠田雅人3年生。サイドエンド10番鹿野大志2年生。スプリットエンド11番藤田笑顔3年生。フランカー88番谷栄太3年生。スロットバック6番油谷隆人2年生。テールバック1番奥村光大3年生。クォーターバック9番谷口春3年生。カンター13番片岡裕太郎2年生。ディフェンスチームノーズガード68番谷口海斗3年生。ディフェンスタックル79番竹野新平3年生。ディフェンスエンド87番宮田千尋3年生。ディフェンスエンド85番加藤育文2年生。ラインバッター47番片山総平3年生。ラインバッター21番中村慎太郎2年生。ラインバッター5番難波博樹3年生。ストロングセーフティー0番太田修3年生。フリーセーフティー88番谷栄太3年生。コーナーバック11番藤田笑顔3年生。コーナーバック82番城島寛太3年生。キッカー13番片岡裕太郎2年生。以上がメインスタンド側大手門学院高校ランバージャックスのスターティングメンバーでした。続きまして本日バックスタンド側白のユニフォーム南山高校クルスガースのスターティングメンバーです。オフェンスチームセンター78番永井優也1年生。ガード73番山下義也1年生。ガード69番アメリカンフットボール鈴木真嗣1年生。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。タックル54番阿部修斗身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された殿が教官が学館が集まり奥村光太2年生。かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり大会エンド5番柴野良平2年生。波打つ強豪たちに挑み倒していく。そんな夢のワイドレシーバー17番堀田大和1年生。その世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたワイドレシーバー3番下原太田1年生。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。ランニングバック83番羽部仁志1年生。令和6年6月9日ランニングバック32番徳永康介2年生。関西高校アメリカンフットボール選手権2回戦クォーターバック10番斉藤梶2年生。大手門学院高校ランバージャックスの一戦がまもなく行われようとしています。10番斉藤梶2年生12時キックオフ予定となっております。現在その試合に先立ちまして両チームフィールドノーズガード78番永井優也1年生。ディフェンスタックル73番山下義也1年生。まず現在フィールド上に展開しておりまして最終調整を行っておりますが、ディフェンスエンド52番奥村光太2年生。
演じをまといました、大手門学院高校ランバージャックスです。2戦戦度5番白野良平2年生大阪を勝ち上がってまいりまして2回戦まで駒を進めてまいりました。ラインバッター83番壁1年生そのスターティングラインナップを簡単にご紹介させていただきます。ラインバッター54番阿部修斗2年生79番竹野新平3年生ライトガード56番ラインバッター10番斉藤佳治2年生谷口海斗3年生ライトガード70番向井直樹2年生32番徳永浩介篠田正人3年生これがインテリアライン面フロントラインになります。そしてその脇にあります大東エンド20番鹿野大志2年生が構えましてワイドレシーバー陣を転がすとスプリットエンドに11番の藤田手郷さんです。青木カモン2年生谷英太が構えそしてその中間にスロットは56番青谷友人2年生が入ります。そしてバックス陣としてはテールバックに1番奥村光大3年生がそれを指揮しますのがクォーターバック9番谷口春です3年生です。ファンターとしては南山高校クルスダースのスターティングメンバーでした。キックオフはこの後12時です。試合開始までまっさらくお待ちください。構えますのが68番谷内海斗3年生ディフェンスタックル79番竹野新平さんですね。お願い申し上げます。ディフェンスエンドに87番宮田千尋さんですね。本日会場にゴミ箱を設置しておりません。ゴミは各自でお持ち帰りくださいますようよろしくお願いいたします。ラインバッカー22番中村慎太郎2年生お荷物は各自で管理をよろしくお願いいたします。最高列セーフティーに0番太田修3年生フリーセーフティーに88番谷口瑛太3年生お荷物を入れますと下に落ちてしまう可能性があります。お気をつけください。82番城島貫太3年生が控えます。撮影や応援の際通路1階での撮影応援はご遠慮ください。コロナ婦人で周りの方にご配慮をしながら応援をよろしくお願いいたします。そしてこれに対応対抗しますのが今からお待ちください。陣取っております。東海地区は進んでまいりました南山高校ブセダーズです。こちらのスターティングラインナップをご紹介させていただきます。オフェンスセンター78番永井優也1年生ガード73番山下義也1年生ガード69番鈴木真嗣1年生タックルには54番阿部修斗2年生52番奥村光太2年生これがフロントラインを固めます。そのサイドにありますタイトエンドには5番芝野良平2年生が控えワイドレシーバーには17番の堀田大和1年生3番下原太太1年生が構えます。バックス陣は2枚用意し83番壁仁志1年生32番徳永康介2年生が構えそれを指揮しますのがクォーターバック10番の斉藤佳治2年生です。また斉藤はキッカーハンターも兼任いたします。ディフェンスチームとしてはその中央を構えるノーズガードに78番の永井優也1年生ディフェンスタックルに73番山下義也1年生両翼ディフェンスエンドに52番奥村光太2年生5番芝野良平2年生その後列ラインバッカーには83番阿部仁志1年生54番阿部修斗2年生10番斉藤佳治2年生そして最後列ディフェンスバックには32番の徳永康介2年生17番小田大和1年生16番青木顧問2年生下原太太1年生の4枚で布陣します。メンバー読み上げまして注目すべきは南山高校の方は布陣は1年生2年生によって固められているといった感があります。実際、フィールド上によりますのは、メンバーも、先ほど読み上げたほとんどの面々で、集約されておりまして、どうやら人員面においては行くばっかの不安があるといった布陣になっております。しかし、数年前には関西学院高等部を倒したその東海にその権威を表しました南山高校の一戦ということもありまして個人的には注目しております。早速チャット欄の方にも注目しますと、月雨のパーニーから早速支援のメッセージが届いております。ありがとうございます。普段から、こういった両チームの集計を取っていることは本当に私自身も関心を持って見させていただいております。月雨の方での集計で言いますと、皆さんの予想の統計で言いますと南山高校が、勝利予想 17% 大手門学院高校が 83% という予想になっているものです。両校の注目選手としましては南山高校の方が10番の斉藤佳治2年生
52番の奥村光太2年生、54番阿部修斗2年生、78番の永井優、長井優也1年生が注目の選手ということで挙げられております。対しまして大手門学院高校は非常に多くの方々が注目されているというのがこれで、メッセージをよく読み取れます。順番に読み上げますと、1番が奥村光太、3年生ですね。5番の、難波大輝、3年生、11番の藤田笑顔、3年生、13番の片岡雄太郎2年生、47番の片山総平3年生、55番の藤本健太3年生、75番、藤田、陸斗2年生、77番の上田陸斗ですね、失礼しました。75番は篠田正人でした、3年生、77番上田陸斗2年生、79番、竹野新平3年生、これはフロントラインも強力だということを、皆様ご注目されているということです。82番城島寛太3年生、そして、本日は44番の登録となっている山本優斗2年生にも注目が集まっているというふうに、情報をいただいております。ありがとうございます。大阪大会から非常に躍進、著しい大手門学院高校ですので、多くの選手が注目されていることがこれでもよくわかります。それに対しまして、ヌー様のメッセージいただいていますね。やや確率的には、正しくない数字かもしれませんが、しかし南山高校 100% というメッセージに南山高校にも勝機ありと、お待たせいたしました。非常に強力で、これより第53回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会2回戦大手門学院高校対南山高校の試合を行います。これよりフィールドにおきまして、試合前のセレモニーが行われます。非常に注目すべき一戦だというふうに私は思いたいと思います。メインスタンド側、エンジンユニフォーム、大手門学院高校、ランバード。バックスタンド側、白のユニフォーム、南山高校、クルセダーズです。令和6年6月9日、場所は大阪 MK タクシーフィールドにて、第53回関西高校アメリカンフットボール春季選手権2回戦になります。この時に参加してますのは、大手門学院高校キャプテン11番藤田笑顔君、南山高校キャプテン54番阿部修斗君です。これより両チームによりますコイントスが行われます。左側に布陣しておりますが、ホームスタンドに陣取ります大手門学院高校、右側に陣取っているのが向かい側バックスタンドに陣取ります南山高校です。後半に対して6番小森君に代わりまして代打田辺君、バッターは田辺君、背番号23。前半レシーブ、南山高校キックオフ、大手門学院高校リターンで試合が始まります。ポイントの結果、選択しまして南山高校が後半の選択をしていく。前半戦は大手門学院高校のレシーブリターン、南山高校のキックオフで試合開始となります。本日の試合は1クォーター8分、1クォーター8分の正式ケースで行います。両チームパドルを解きまして、タイムアウトは終了通り、前半後半それぞれ3回ずつ要求することが認められています。まず南山高校のキックオフで試合が始まります。南山高校キックオフキッカーは10番の斉藤加治が務めます。
対しまして大手門学院高校はリターナーを2人構えました。1番の奥浦、11番の藤田が布陣しております。さあいきなり奇襲いった。攻撃権は南山高校です。南山高校オンサイド成功。南山高校キックオフでキックプレー、奇襲をかけました。オンサイドキック、短いキックを蹴り自らボールを確保するというギャンブルキックです。これを一瞬の隙を突くようにキックオフで切り出して短く蹴りオンサイドキック、これを南山高校が抑えましたので、攻撃権は南山高校です。さあ南山やはりあのぐらい自陣47から南山高校ファーストオープン一回攻撃に入ります。攻撃権更新必要から70ヤード。パス不成功。まずパスプレーとなりました。アメリカンフットボールはプレー開始点から5分より一度だけ前に投げます。この権利使い外に展開していた17番に横に近い前パスを通しましたが、しかしこのボールを見られパス不成功。前パス失敗ですのでボールは元の位置に戻され、セカンドダウン次の攻撃に変わります。アメリカンフットボールの攻撃回数は4回、この4回で10ヤード前進するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。さあ南山高校自陣47ヤードからセカンドダウン点2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離は10ヤード。さあ今度は第1プレーを使いました。前に出したフルバック選手にボールを持たせ中央突破を図るというところでしたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。審判団からフィードに黄色いバスが投げ込まれますと反則発生を意味します。この反則はどちらにあったか間もなくコールされます。オフサイドです。7ベースワードが達成パーソンをやりします。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。5ヤードのバッタイ、従いましてオフェンスは5ヤード前進しセカンドダウンやり直しです。これによって南山高校は相手陣に入りました。プレー開始のボールが相手陣48ヤードから南山高校セカンドダウン加え2回の攻撃で防衛権更新必要、蹴りは5ヤード。これが侵入していたという反則です。ペナルティ5ヤード、南山高校5ヤード前進した地点からセカンドダウンの攻撃をやり直します。セカンドダウン5。さあ前が出てる、ナイスファーストさあ。ここでクォーターの9時半ハンドオフオプション、ハンドオフをキープするかキープするかの判断をここで QB キープを判断しました。この判断成功で右を踏んどくとして一気に攻撃権更新、南山高校ファースト見事な判断を下しましたのはクォーターが9時半の斉藤梶2年生です。南山高校敵陣25ヤードから新たに4回の攻撃を開始します。さあ1時25ヤードに入りまして南山高校ファースト安定。ここでクォーターの9番は左に展開したランニングフォーバーにプレーパスを投入したが、5番これをキャッチミス、青谷インターセプトされたという状況になりましたが、これはなんとかパス不成功に終わっております。前パス失敗という判定ですのでセカンドダウンに変わります。柏本さんはメッセージありがとうございます。元島さんいつもありがとうございます。楽しみです。両校頑張ったというメッセージ、非常にこれも嬉しいメッセージです。さんも、大手のユニフォームかっこいいというメッセージ、確かにこのエンジンに統一されたユニフォーム非常に映えます。パス不成功、今度は一気にタッチダウンを狙うロングパスを通しました。ターゲットは17番、しかしこれは、大手の学院11番カバーよくパス不成功に終えています。ダウン1つ変わりましてサードダウンに変わります。
さあ南山相手陣25ヤード非常にいい位置です。なんとか生かしたい。そして大手もなんとかこれを押しのぎたい。南山高校サードダウン。さあどうなるか判定を待ちます。ここで判断したのはクォーターバックダイブフェイクオプション。ダイブフェイクの CQB 右を取って返し攻撃権突破狙い攻撃権更新になりましたがわずかに残り1ヤードで外へ出ました。従いまして攻撃権更新ならずフォースダウンに変わります。ファーストダウン獲得まで1ヤードを残しダウンはフォースダウン。鮮やかな走力を見せている南山高校クォーターバック10番の斉藤梶。しかしそれをなんとか大手門もしのぎまして残り1ヤード食い止めております。さあこの残り1回の攻撃どうするか。南山高校プレーを展開するようだ。フォースダウンギャンブル。そしてフォーメーションはロングインセッター。そしてラインがいない方へキュービーター。この判断成功。ギャンブル成功。ファーストロングインセンターの最近から南山高校追い上げロングインセンターを超えたようにしました。ラインがもう一方に固めセンターの前には誰もいないロングインセンター。これによって逆サイドを突く形で相手のディフェンスの南山高校ゴールの前9ヤードから4回の攻撃を開始します。南山高校攻撃権更新ファーストダウン2ゴール。そしてボール相手陣9ヤードに入りまして南山高校ファーストダウン2ゴールに変わります。さらにロングインセンター続ける。さあキュービーターギリギリ止まった。しかしゴール前1ヤード。南山高校クォーターバック10番斉藤和也のランプレー。素晴らしいランでこのロンリーセッターから一気にゴール前1ヤードに入りました。ゴール前1ヤードまで8ヤードのゲイン。南山高校セカンドランプレー残り1ヤード。南山高校ゴール前1ヤードから2回目の攻撃セカンドダウンゴール2ゴール。さあオートモンこの1ヤード死守できるか。今度はプロアイフォーメーションを取る。キュービースイーク。ギリギリ止まる。サードダウンに変わります。今度はパワーの勝負でした。南山高校クォーターバック10番斉藤梶のクォーターバックスイーク。なんとか踏みとどっていけます。しかし残り1ヤードありません。インチ南山高校3回目の攻撃サードダウンゴール2ゴール。南山高校サードダウン2ゴール残りインチ。さあパドル越えてロングセンターを取った。いやバックを構える。インターセプト、ターボマン。インターセプトです。当たってます、当たってます。エフェクトが参りまして申し訳ございません。ここで展開したのはパスプレーでした。サードダウンの攻撃でしかしこのパスを狙いましたがこのパスは大手門学院高校その浮いたボールを奪い取ることによってインターセプト、ターボマで攻守交代。大手門学院高校この攻撃をしのぎまして攻撃を奪い取りました。ウォーターブレイクを入れます。選手は練習に戻る。テーブルダウンしてください。ここで審判団の判断でウォーターブレイクが入ります。ここでフィールド上は選手の健康管理のためレフェリーによりますウォータータイムアウトが取られます。やや、熱中症対策厳しい状況と審判団判断した模様です。クォーターの半分でウォーターブレイクが入りました。しかしその序盤戦それ以上の熱気あふれる攻防が現在繰り広げられました。南山高校いきなりの奇襲攻撃で一気に相手陣ゴール前エンドゾーンわずかインチの状況まで迫るという凄まじい攻撃をかけましたがこれをなんとか大手門しのぎ攻撃を取り返した状況になっております。
さあこれで大手門学院攻撃に入ります。ボールオンは時事20ヤード内に設置され、この時間の大手門学院高校攻撃に入りました。大手門学院高校は時事20ヤードからの攻撃開始です。ファーストダウン戦、さあ抜けている、振り切るか、追いつくか、振り切った、タッチアップ、ゴールドマン、大手門学院高校タッチアップ。ここでオートロンランプレーを展開した際にランバック1番一気に左のトップを独走、相手ディフェンスを追いすがるディフェンスをそのまま送球して振り切ってエンドゾーン獲得、タッチアップ。80ヤードを走り切りタッチダウンです。80ヤード独走しまして、オートロン学院高校先制タッチアップを挙げております。そしてトライフォーポイント、タチアナとのワンプレーキックフォーメーションを取っています。このキック決まりまして1点追加、大手門学院高校なぜ南端高校0点となっております。13番片岡雄太郎のキックが成功、上空の技を素晴らしい技から奇襲をかけまして大手門学院高校第1クォーター7点先制です。そしてこれを大手門しのい、その返す刀で大手門一気に一発でタッチダウン取り返しまして、大手門が先制している状況になっております。そして得点を挙げました大手門学院高校のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。そのキックオフを務めますのは、大手門学院高校13番の片岡2年生です。南山高校はリターナー10番を1枚構えております。クォーターバック兼任であります10番の斉藤がリターナーに入りました。さあリターンしようとしましたが、しかしそのキャッチをした段階で外へ出る形になりました。下がりまして、そしてプレーは終了し、南山高校自陣5ヤードからの攻撃となります。リターナー10番最強攻撃がフェアキャッチ、素晴らしいキックオフを蹴った形になっています。手を大きく振るジェスチャーでフェアキャッチ。さあしかし先ほど鮮やかな、センス、猛攻を見せました南山高校、再び攻撃を終えた形になっています。失礼しました、先ほどのキックオフはエンドゾーンに入っておりましたのでタッチバックという判定になります。タッチバックですので南山高校攻撃位置は自陣25ヤードの位置となります。南山高校2回目の攻撃に入ります。ボールオン自陣25ヤードから南山高校ファーストダウンテン、南山高校クォーターバック10番斉藤和樹のランプレー、この判断によりまして約4ヤードのゲインとなっています。タックルしての大手門学院高校ディフェンスバックゼロ番大田中でした。斉藤ここでもその足を見せています。南山高校セカンドダウンの攻撃、南山高校セカンドダウン6、オートマンナイスディフェンス、ここで高校ランプレーが高校生のピッチしました。しかしこれを大手門学院85番が対応しまして、ゲインは1ヤードから2ヤードにとどめています。南山高校サードダウン、85番は加藤君2年生、ファーストダウン獲得まで残り3ヤード、キャリアは南山高校の32番の徳永でした。南山高校サードダウン4、
男子です。ここで南山高校ランプレーを展開しようとしましたが、これも大田学院8番学院高校2番が中央を抱えまして、1ヤード押し返し放送に変えます。1ヤード6分しています。取り返しましたのは85番の加藤、87番の宮田です。南山高校ファーストダウン獲得まで4ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウンです。フォースダウン5、プレーを組むのか、いや、バントフォーメーションに変えます。バントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかし攻撃権は放棄する形になります。なんとここでトリックをいった、南山高校ファーストダウン、バントフォーメーションからフェイクし、バンター南山高校ファーストダウン、パスを投じようとしましたが、しかしこれは大手門カバーしていました。これを判断しました。スクラム緊急発進、ランニング外、相手のラッシュをかわして攻撃権更新です。転換ギャンブル最高、南山ファースト、南山ありとらゆる方法を使いまして攻撃を展開します。素晴らしい攻撃を披露します。そしてそれを指揮しますが、快速を飛ばしている南山高校高田斉藤です。南山自陣37ヤードからファーストダウン10、さあこれヒッチパスでキャッチャー狙うが、しかしこれは素早い対応で手番タックルしまして、このパス、このプレーによる原因はノーゲイン、セカンダウンに変わります。見事な対応しましたのは大手門学院高校ゼロ番太田3年生、ここでホイッスル、クォータータイム、第1クォーター終了です。ここで第1クォーター終了となります。第1クォーター終わりまして、大手門学院高校7点、南山高校0点、その差ワンタッチの差で攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。